昔話をしようか。アイビスの火がこの星を焼き尽くした後、決して表には出ないある組織が作られた。観測者たちの結社、オーバーシア。コーラルの増殖傾向を測り、破綻が訪れる前に焼き払う。それが使命だ。私はウォルター、そして死んでいった友人たちのね。ラッドは退屈しない隠れ蓑だったが、いよいよ本来の仕事をする時が来たってわけさ。本題に入ろうか。あんたもザイレムには行ったことがあるだろう。技研の作った養生都市だ。あそこには来たるべき破綻への備えとして、ちょっとした機能が隠されてる。そいつが今の状況には必要なのさ。ラッドの技術者が総がかりでザイレムのコントロールを奪いに行く。あんたにはシャシャリ出てくるに違いない。アーキバスの相手を任せたい。観測者たちの結社、オーバーシア。アーキバス MT 部隊です。
めたね、ビジター。この都市の本当の姿見せてやろうじゃないか。バスキュラープラントを完成させた。今やコーラルは大気圏外まで吸い上げられ、ルビコンから持ち出されるのも時間の問題だろうね。そうなる前に焼き払う必要がある。だがプラントを突き破ってコーラルに火をつけるには、それ相応の火種がなきゃ話にならない。わかるかい、ビジター。ザイレムはプラントに到達する移動手段ってだけじゃない。コーラルを焼き払い根絶する、そのための火薬庫なのさ。それが観測者たちの計画。企業はコーラルを貪ることしか考えず、観測者たちはコーラルを恐れ根絶しようとしている。私は人とコーラルの可能性を守りたい。レイブン、私の願いを聞いてはくれませんか。メッセージなし。